中上方。北山王国中山王国南山王国中上は、沖縄本島の中部地域である。中上地方、中上地区、中上方。沖縄本島は、北東から南西に、国上、中上、島尻に散布され、中上はその一つである。中心都市は、沖縄市。沖縄本島を散布する体制は、古流914から15世紀の、 宮間時代に由来し、中上は三山のうちほぼ中山領にあたる。ただし、現代の国馬側より、北側の那覇の一部と首里は、琉球古来において中山領であり、小橋市の首里海都と,と共に島尻方に組み込まれたと考えられる。琉球近世では、1673年に、金紛りの一部と読谷さん紛りの一部が、女紛りとなった。後に、 女村は国神とされたため、国神と中神の境は、北山と中山の境より、東、品海側で南に伸びている。1896年の軍政志向で中神軍が置かれた。ただし1945年の石川市に始まり、数市が軍を離脱している。また、本来は中神だった西原町の一部が現在は、那覇市に属している。 明治29年4月1日、沖縄県の軍編成に関する県の施行により、中上方の地域をもって、行政区画としての中上軍が発足。軍役所が主区に設置。また、1896年県区制施行の当初、主区には中上軍11紛りの軍役所が置かれ、中上の一部として機能したこともあった。ただし、那覇区、 主陸ともに百8 9 6年以降名分で、島尻郡あるいは、中上郡の一部と規定した法令は存在しない。市町村高度順。教育区分としての中上地区は、那覇市、浦添市を除いた市町村で構成される。主陸に相当、主陸に相当1921年に、中上郡役所が、宜野案村に移転している。また、那覇市に組み込まれるのは、 沖縄戦後の1954年である、中上教育事務所ホームページ館内小中学校、一覧参照。ありがとうございます。